よっ、今日はね、神のお告げっていうゲームやっていきます。なんかさ、何かで迷った時、そういう時神様は頼るじゃん。まあ俺あんま頼んねんだけど、てか迷う時そもそもあんまねんだけどさ、そういう時にね、大事ね、必要になってくる。あんまりそんななんか大げさに発言しちゃってるけど、まあ気軽にやっていこう。お、来るな。あ、なんだ。そなたが迷ってる二択をこの枠内に入力するのじゃないよ、なんでもいいぞ。あ、これ自分で入れんの。あ、入力が面倒だから、とりあえずお試しでお告げが欲しいという。あ、これでいいや、これでいいや。ちょっと委ねるボタン押していい？この中からカテゴリーを選ぶのじゃ。そうすれば、あとはわしの独断と偏見で決める。はい。だったら、まあ、左上の食からやってみる？フライドポテト、ジャガバター。別に俺、フライドポテト超大好き人間だから、別にお告げ頂戴しなくてもいいんだけど、ちょっと、試しでね、一旦やってみよう。お告げを頂戴しよう。うわ、壮大だな、おい。でかいな世界観がジャガバター、なぜならコミケの会場はビッグサイトだからじゃ。うわー、よくわかんねえ。コミケがよくわかんねえから、ジャガバターとなんか深い関係があるのかも。うわわわかんねえ、わかんねえのやっちゃった。最初に、しかもごめん、俺ポテト好きだからポテトがいい。ちょっと待って、別のでやってみる。はい。ちょっと何今の。うわ、何こいつ全然神様じゃねえの出てきたんだけど。ちょっと委ねよう。だったら、コード、歌う、叫ぶ。あ、これさ、何回かやったら、あ、変わったりするんだ。女性だったら、地下、アイドル。男性だったら、黒縁、ガチメガネ。へぇ、場所、品川、赤坂。もうよくわかんねえな、この視点、タクシーが。じゃあ、衣服、スニーカー、ブーツ。あ、これいいね。俺、どっちも好きだから、めっちゃどっちも好きだわ。どっちも好きだから、これちょっとお告げ頂戴しよう。靴履いてねえやつにお告げ頂戴するのか。裸足なんだけどな。なんだ？なんだ？うわ、かっこよくなってる。ブーツ。その昔、アトランティスという大陸があったからじゃ。え？あの、すいません。ごめんなさい。動画にして、動画であるまじき行動を撮っていいですか？皆さん、助けてもらえませんか？本当に、放送でも何でもないけど、皆さん動画だけどさ、助けてくれませんか？今俺一人でパニックってんだけど、意味がわからなすぎてちょっとパニックってんだけど。まだ行こう、まだ行こう。ちょ、そのうちね、なんかいいのか、神様ちょこちょこ変わるな。次は？うわぁ！うわ、雑！まあ、いやでも神ってか、いやでもな、神だけど点がねえんだよな、上の。委ねよう。男性、ダメ男か、プータローか。これどっちも一緒じゃない？ちょっとこれでやってみよう。男性だったらどっちがいいかね。これ女性でやればよかったな。いや、これも超イケメンになるのかな。うわ、でかい。うわ、でかい。ノートの切らしに書いてんじゃねえかよ。プータロー。それは雨が降れば上がるからじゃ。あのさ、俺分かったわ。この理由全然関係なくない？ふざけてない？うっやべえ。新たな遊びに気づいちまった。ちょっとマジか。ちょっとじゃあ、あと2問ぐらいやっていい？女性でやっていい？女性でやっていい？ごめん。次誰来る？うわあ、同じ声じゃねえかよ。なんだよ。女性で。うわ、美脚美尻。ちょっと俺、待って、これはもう美脚がいいから、なんか、悩みそうなやつがいいな。顔か性格か。うわ、これもピンポイントだね。正直俺、超面食いだから顔だけど、まあ、これで神様のお告げによってね、いい理由がもし、絶対来ないだろうけど、来たら、ちょっとそっちに揺らうかもしんない。ほう。で？顔。なぜなら、辛いに1を足すと幸せだからじゃ。ちょっと待って。いいこと言ってんのかわかんないけど理由になってる。でも結局顔ってことだよな。神様も顔を選ぶってことだよな。じゃあラスト1個すげえのちょっとぶち込もうじゃねえか。1個いこうぜ。最後の神様誰だ？こいつかー、こいつか。まあこいつでいい。ちょっとみんな待ってて、カットする。
完了。 YouTube かニコニコ動画か、これ YouTube で上げてんだろうけど、正直性格の悪い質問だと自分でも思ってる。だがこれによってお次を頂戴しよう。どっち選べてんだ、ドン。こいつ神様かもしんねえもんな。さあどうなる。どうもどうも、今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人、パソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分あまり面白くない分、ここから飛べばね登録できるかと思います。次、スマホの人、スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらないこれに至ってもつまらない文なんだけど、そのね矢印の横にある URL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それではチャンネル登録していただければ、俺の肘とかもな肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど肘治るんで、よろしくお願いします。